しかった日のこと。そんな冬の日のこと。確かに幼い頃から丈夫な方じゃなかった。どうやらいい気がしないらしい。普通に生きている人にとって私の存在ってのは、だから消されたようだった。いくつもの季節を、白い梅雨空を、誰とも言葉を交わす必要もなく過ごした。私の英語の教科書は1年生の中間テスト以降、まっさらな状態だった。そこで私の時間も止まったらしい。
キッソズ冬7回別に初めてなんだね。じゃあ他に誰もいないし、私の役目だから、そういうルールなの。それじゃあよく聞いてね。私2回目だから、ここに来るの。一度しか言わないから、ここからはよく聞いて。そうよ。いつかあなたも初めて来た人には伝えてね。じゃあ検温の時間だから、そうね。質問の意味がわからない。その理由を知りたいの？じゃあ言わない。
大丈夫、出てない。別にいいよ。どうして呼び捨てなの？年下のくせに。別に、そう思っただけ。やっぱり年下よ。どうでもいいじゃない。少し上なだけよ。そう。私、もうすぐ帰れるの。でも、次で3回目だから、もう会えないかもね。あなたはどちらを選ぶの？どっちで死ぬつもりってこと？そう。まだ1回目だもんね。私は、家は嫌。だけど、ここも嫌。別に、どうもしない。自力で歩けるうちに、どこかに行くだけ。あなた。
私を引き止めたいの？それとも一緒についてきたいの？じゃあ聞かないで。面白い。あ、別に。違う。種類は同じだけど、厳密に言えば違う。別に。ナルキッソス、ナルキッソスよ。そうね。今日よ。もう会えないかもね。あなた、決まった？うん。そう。少し苦しい。まあね。
別に。もう平気よ。意味がわからないわよ。だったらどうなのよ。時間を止め、心を止め、胸に大きな傷跡を作り、それでも22年も生きてきたのに哀れだと思った。
そう見える。私は7階も嫌。うん。揺れるわね。そう。何？怖がった方がいい？どうかした？いや。Thank you.
かってるわよ。でも大きすぎる。わかった。着替えてくる。パジャマのままの方が良かった。別に。別に。ナルキッソス、水仙のことよ。厳密には違う。別にどこにでもあるわよ。西、淡路島が有名。誰が行きたいなんて言ったの？問われたから答えただけ。時間の止まった私。でも地図を見るのは好きだった。
ただ知識だけを増やした。虚しく憧れだけを募らせた。何？イルマよ、埼玉県の。次の交差点を右に行けば16号線。八王子へ出るわ。そうね。ねえ、どうなると思う？じゃあもしも今私が海に入っていったならあなた止める？そうよね。何？じゃないわよ。
そう。レギュラーよ。大丈夫よ。もう止まるわ。これ50リッターだから。それは質問。インテグラ、タイプ R、クーペ。99年式、古速ミッション。最高出力、200馬力。全長、4380。全幅、1695。総排気量 1797cc。 まだ言うの？別に、あなたより年上だからよ。質問の意味がわからない。だから
丈夫。勘違いしてるわね。今のあなたは以前のあなたとは違うはず。同じように考えない方がいい。時間を止め、心を止めて、情報だけを積み重ねる日々。いつもの季節を、白い梅雨空を、誰とも言葉を交わす必要もなく過ごした。胸の大きな傷跡が、諦めろと諭した。生涯の伴侶は、目を閉じた世界にしろと諭した。ねえ、あなた。あなた、お風呂は入れるの？そう。私も似たようなもんよ。悪い。銭湯？やっぱり？別に。そんな意味じゃないわよ。
ねえあなた、そんなに珍しい？別に。音がうるさい。車の音、前より大きくなってる。そう、はい。あなた、聞いた？聞かれなかったからよ。別にいいわよ。家だって嫌よ。別に。どこもないわよ。じゃあ、あなたはどうなのよ。真似しないでよ。
別に。地図を見るのは好きだった。一つくらい好きにさせてよ。そこ、左折。左に曲がって。これが1号線。当分はまっすぐよ。悪い。期待してるわけじゃない。別に水着が欲しいわけじゃ。何でもないわよ。愛知県よ。まもなく名古屋市街に入るわ。次の交差点、22号線に入って、私はコンビニでいい。あっちって。
ない。うん、これにする。別に平気よ。私、我慢するから。次で21号線に入って、何？別にそんなことないわよ。多分ね。ねえ、最初に死ぬって聞かされた時、泣いた。じゃあ、どうして自分だけって、運命を呪った。私は平気だった。だって最初から何も望んでなかったから。私は諦めていたから。前に見た映画で言ってた。狼は3年しか生きないって。でもロバは9年も生きるんだって。ロバは役に立つから長生きする、そういうことらしいの。どうかした？
この先は関ヶ原。わからない。ねえ、どう思う？うん、海より楽な気がする。だって海水は塩辛いし、体も浮いちゃうでしょ。から1号に戻って。ねえ、今ってお金は大丈夫？じゃあ高速に乗る？確かにギリギリまでならいけるけど、でも最終的には必ず有料道路に乗るから。じゃあ草津からバイパスに入って。トヨタセリカオーバービュー、シトローエクサラ。青いのがユーノス、赤いのはアルファロメオ。そう。でも私免許持ってない。
ちょっと疲れたみたい。薬が切れただけだから。昨日の夜、7階は嫌よ。大丈夫。でも、血が出てるし。
ジャンクションから。ここ駐停車禁止よ。わかった。何よ、年下のくせに。南に。大丈夫、知ってるわよ。うん、分かった。うん。
うん。わよ。そうなの。もらっても使う時間なさそうよ。うん、ありがとう。明かりつけないの？うん、そうだね。うん。私は平気よ。それともあなたが寒いから来てほしいの？じゃあ分かった。厳密に言っても同じ。綺麗。
あなた、帰りたいの。7階。それとも家。ナルシスが、ごげんよ。うん。もともとが神話だから、いろんな説があるんだけどね。誰からも愛されるナルシス。妖精のエコーもそんな彼が好きな一人だったの。でもエコーは相手と同じ言葉しか話せない。そう。だからナルシスに先に彼の口から愛してるって言ってもらわないと、エコーは自分の気持ちを伝えることができないの。でも、そんなこと、絶対にありえない。どんなに夢見て、憧れても、決して叶うことのない、エコーの願い。最後には、ナルシスに呪いをかけてしまうの。そして、自分の姿を見続けたナルシスはいつしか綺麗な花へと姿を変えてしまうの。それがこの花、ナルキッソスの語源よ。いないわ。呪いをかけるときに消えちゃったから。どうかした？え？私は諦めているから。時間の止まった私。いつから私は一人なのだろうか。目を閉じても世界は消えない。決して憧れない。呪わない。傷は深ければ深いほど、それに比例して治るのも時間がかかるだし、それならば長い時間をかけてゆっくり離れてしまうと、もう取り返しがつかないのだろうか。
22年も生きた私はどうなるのだろう。いいから。どうせもう聞かない。別の場所。別に。別に。別に。前向きになんてなれるわけないじゃないの。憧れて懸命になって頑張っていつか報われるのならいいけど、でも叶わなかった時にはどうすればいいの。その時に無理だったねって笑って言えるほど強くないわよ。私にできることは最初から諦めて何も望まずにいて、やっぱり無理だったと冷めた目で自分を見ることしかできないのよ。あの時頑張っていたらもしかしたらって自分にとっての最後の言い訳を取っておくしかないのよ。最初から無理だと分かっているんだから。それぐらいいいじゃないの。
変じゃない。ねえ、それっぽく見える？え？でも、わかった。何よ、年下のくせに。うん。そんなことないわよ。それじゃあ、そういえば、免許証。うん、わかった。うん、あげる。さあ、どっちだろうね。よくわからないね。それじゃあ、さよなら。Thank you.
しかった日のこと、そんな冬の日のこと。